もそももう20年近く前、近くじゃないか、2021年か22年だったと思うんですけど、A2 って映画はもう発表してたんですけれど、テレビの仕事もその頃はやってて、多分どっかの局のスタッフルームでなんか新聞とか雑誌読んでる時に、新聞ですね、千葉県野田市で慰霊碑が建立されるだったか、建立しただったか、多分されるだったと思う、そういう記事を見て、でよくわかんないんですよ、朝鮮人虐殺震災の時のに関わる何か慰霊碑のようだけど、なんだかよくわかんないなと思って、逆に気になって、で現地に行って、まあほとんど語ってくれる人もいないし資料もなかったんですけど、なんかちょっと聞き歩いたりして、アウトラインがなんとなく分かって、こんな事件があったのかってびっくりして、でこれはテレビでできないかなと思って、企画メモみたいなものを作ってね、各局回ったんですけど、どこもダメでしたね。理由ははっきり言わないんだけど、なんとなく「いやこれはちょっといくらなんでも無理だよ」って言われて、まあでも僕もやっぱりテレビは長いですから、まあ無理だろうなとは内心思ってたんで、やっぱりねって感じで、その時のことはちょっと本に書いたんですね。世界はもっと豊かだし人はもっと優しいっていうタイトルの本があって、そこで一章を使って福田村事件について書いて、まあそれで自分としてはもうこの事件については引き出しに入れてるような感じだったんですけど、フェイクっていうドキュメンタリー映画発表して、まあ、2016年ですよね。その前後に次はもう劇映画撮りたいなと思ってて、で何ができるんだろうと思った時に、あ、この事件考えたらドキュメンタリーで映画は無理だなと思ってたんですよ。だってもう証言する人もいないし資料もほとんどないしまあだからテレビで10分ぐらいでと思ってたんですけど、劇映画にすればいけるんじゃないかなと思って、でもう一回今度は劇映画用に企画書を作って、簡単なシノプシスも添付して、で今度は映画会社もあったんですけど、やっぱりまあどこもダメで、そんな時に「愛新聞記者ドキュメント」という、まあ、ドキュメンタリー映画作って、それがまあキネジュンの、文化映画部門でその年はベストワンになって、で授賞式に行ったら控え室に一般映画部門のベストワンの加工の2人というね、その監督の新井晴彦さんがいて、で新井さんから「福田村事件映画に したくて動いてるんだよね」って言われたから「そうですよ」って言ったら「じゃあ一緒にやろう」って言われて、でそこで座組、はもうできてたんですよ。でもまあそこにだからじゃあ森を入れようってことになって、僕が加わってでスタートしたって感じです。そうですね、そもそもなんでじゃあ新井さんたちがこの企画を、この事件を知ったかというと、中川五郎さんというフォークシンガーの方がいて、彼がこの虐殺事件の歌を歌ってるんですね。でそれをたまたま聞いてこの事件のことを知ったらしいんですけど、中川五郎さんはなんでこの歌を作ったかというと、僕が書いた本を読んでいて、で彼はこの歌を作って、だからなんかぐるっと回ってリンクしてるんですね。なんか一致したって感じで、プラスマイナス両方ありましたね。つまり、やっぱり僕にはない発想をしてくれる場合もあって、あ、なるほどねっていう場合もたくさんあったんですけど、ここはどうしても折り合えないってところでは結構もう喧嘩まがいにもなったりまあ要するに立場的になんかその転校生みたいな感じで、もう座組はもうできて彼らはもうそれで作るつもりでいましたから、でそもそも若松プロダクションの人たちですからほとんどがね、まあ、だからもう言ってみれば何でしょう、荒くればっかりが学校になんかいきなり転校してきた感じで、まあ、最初やっぱりチームプレーで楽しかったけど、でも同時にやっぱりチームプレーのまあだから画を通せないところが結構あったりして、しかも脚本部の3人もベテラン音体ですからね、巨匠ですからね、まあ大変でした。ベースは佐伯さんなんですよ。ああ、そうなんですね。佐伯さんは本当にもう資料まですから、資料を調べるのが大好きで、もう何十冊も参考文献読み込んでそれを元に作ってますから、だからそれをベースにする形で僕も加わって、ああだこうだっていろいろね言っては、また遂行して書き直して10回以上繰り返しましたけど。そこまでかかったんですね。まあもちろん劇映画ですからね、でしかも時代劇で群像劇ですからハードルは高いんですよね、最初からね。でも、まあ、撮っちゃうと撮ってしまえばあとはもうそんなにドキュメンタリーとドラマって違うもんじゃなくて、でどちらも共通することはモンタージュ理論ですから、違うカットを組み合わせることで意味を、まあ、表記するというかね。だからそこは同じなので、そんなに。まあもちろんだから一生合わせがあったりとか、オーディションがあったりとか、これドキュメンタリーじゃありえないですからね。そうしたことは全部初めての体験で、まあでもそこはやっぱりチームプレーの良さで、みんなにもうベテランばっかりですから、みんなにこう支えてもらいながらやりましたけど、そんなに大きな戸惑いはなかったですけどね。もちろんポイントはたくさんあるんですけど。やっぱり一番僕は加害者をしっかりと描くっていうのが大前提で、あれだけの虐殺ですからね、そこだけ切り取っちゃうと本当もう冷血で凶暴なモンスターですよね。でも彼らにも日常はあるし、喜怒哀楽はあるし、親がいたり子供がいたりするし、そこはしっかりと描きたいと思ってたので。まあ、ポイントと言えばいいのか、それは僕にとって大事な部分で、そこはまあだから前半たっぷり描いたつもりですけど、ちょっと描きすぎたかもしれないけどまあさじ加減というか、あれだけ人がいれば絶対中には一緒に声上げてるけど内心いやこんなことやっちゃっていいんだろうかって思ってる人もいなきゃおかしいですよね。いたはずだし、あるいは逆にちょっと待てって実際に声に出した人もいたはずだし。そこはだからまあ僕のさじ加減でよりも多分現実こうだったんじゃないかなっていう思いと、あとやっぱり事実を描くだけでは映画としては成立しないですよね。やっぱり僕は映画って基本エンターテインメントだと思ってるんで、いかにこう物語としてのね、強度を持てるか、うねりを作れるかですから、それはやっぱりみんな一面じゃ絶対作れないし。まあ現実にたくさんの人がいろんな視点があって、いろんな声があったと思うけれど、それを取り込むことで映画としてのまあ豊かさみたいなものも絶対出てくるはずだし、そういう思いでああいうまあ虐殺の現場もそうですけどね、ああいうような描き方にしましたけど、井浦さんはもうね、僕が入る前からもう若松プロの看板俳優ですからね、もうほぼ決まってたんで。あとはどうするかで、実はミーティングすぐに始まる前のミーティングみたいなことやってる時に、これ誰が一体俳優はやってくれるんだろうっていう声が結構あって、というのはどう考えてもこの映画炎上案件ですよね。もしかしたら上映中止運動だって起きるかもしれないし。反日映画だとか言ってね、大問題になったりする可能性も十分にあるわけで、そんな映画に誰が出てくれるんだろうと、もしくは俳優がもし出たいと言ってくれても事務所が嫌がるかもしれないし、これは俳優キャスティングは結構苦労するんじゃないかなとかみたいなことを言ってたんですけど、いざ蓋を開けたらみんな、まあ、もちろんスケジュール的にちょっとそれは無理ですって人もいたけれど、基本的には声かけた人はほぼ2つ返事で。応じてくれてびっくりしました。もちろん俳優使うのほぼ初めてですから比較しようがないんですけど、でもものすごくみんな作ってきましたね。野田市に、だから今の千葉県野田市現場ですけど、慰霊碑があるんですよね。そこにほぼみんな撮影前にこちらにも行ってないんだけど足運んで手合わせてきたんじゃないのかな。入れ込んでるって言葉がいいのかどうかすごく、役にのめり込んでくれて、ほぼ全員そうですよね。だからまあ多分想像ですけど、ここまでなかなか俳優たちが本気になってる映画って、もちろん皆さん本気でやってるんでしょうけど、他の映画でもね、特になんか熱を入れてくれたんじゃないかなって気が僕はしてますけど。福田村事件監督の森達也です。この映画、非常に凄惨な歴史をテーマにしているということで、足が遠のく方もいるかもしれないけど、僕は映画はエンタメだと思ってます。エンタメで作ってます。特に終盤、手に汗握りながら思わぬ展開に声が出る、そういう映画にできたと思ってます。そんなに肩肘張る必要ないです。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。